ナリーグドジャース号2ブルワーズ、2024年8月12日ミルウォーキー。ドジャースの大谷翔平投手、30、は12日、日本時間13日、ブルワーズ戦でナ・リーグ単独トップに再浮上する36号ツーランを放った。左手骨折から2ヶ月ぶりに復帰したムーキー・ベッツ内野手、31、も先制の11号ツーランを放ち。 今季3度目アベックのベッタニ弾、改め、谷ベッツ。1番大谷、2番ベッツの新打順がいきなり機能して2人でチームの前後打点を叩き出し、七日地区首位の強豪に解消して4連勝を飾った。大谷と一門一答マイナス40本塁打 &40 盗塁が近づいてきた。1試合1試合頑張りたい。初めてのチームなので、慣れることから、 特徴をつかんでなじめればいいいと思っていた今はだいぶ慣れてきてポストシーズンへ自分のやることに集中したい効果的な場面で盗塁を決められた行ける判断の時はもちろん行く微妙なケースで成功するかしないかが一番大事今日は行けるチャンスが多かったと思うここ数試合は調子が良くなかった少ないスイング量で戻したいなと常々思っている どんな状況でも、量を抑えて良い状態を保つ、または良い状態に戻す作業をしたいなと思う。バットはグリップエンドから少しだけ離れて握っている。いつもと同じくらいかなと、僕の中では目いっぱい使っている。あれが僕の中で目いっぱいバットをうまく使えるイメージ。